こんにちは、速稼塾の久保です。速稼塾のね、一丁目一番といえば、セルフバックというものなんですけども、セルフバックの中にはね、様々なね、もう考えもしないようなものが溢れているんですよ。で、今回紹介したいのは、セルフバックそのものってわけではないんですけども、似たようなサービスでね、1年に1回ぐらい出てくる案件なんですけども、これ、そうですね、タイトルつけるとすると、彼女とね、デートをしながら、5万円儲ける方法とでもしましょうか。ね。やっぱ彼女とかね、奥さんとデートしたりする機会ってあると思うんですよ。で、場合によってはね、女性同士で、結婚式場を親戚のために探してるんですみたいな、そんな立て付けでね、使うこともできます。で、ここにちょっと画面出てますけども、一つはね、指輪探し。もう一つは結婚式場探しです。これ何をするかっていうと、ジュエリーショップに行く。そしてもう一つは、結婚式場のプレゼンを受けに行く。この二つをすることによって、6万5千円分の電子マネーがもらえちゃう。もちろんこれ現金にできますので、ほぼ6万5千円ゲットすることができるっていう案件です。それをね、話半分ではないですけども、だいたい5万円ぐらいもらえますよっていうふうなタイトルで今回お届けしようと思います。これ私もね、結構何回もやってるのと、私の速稼塾の塾生さんも結構これ簡単な案件なんでやってもらってるんですよ。今年はね、住宅展示場に行って、1万円もらいましょう、2万円もらいましょうみたいなのを皆さんにやっていただきました。最近ではね、タマホームの住宅展示場に行って、2万円分のクワカードってやつをね、40名ぐらいの方が行ってくださって、全員もらってるっていうこともね、この放送でお届けしてるところですけども、それとすごく似てます、今回の件で。まずはね、エントリー期間の方をちょっとね、紹介したいと思いますけども、12月18日からスタートして、期限がなんと来年の3月14日目というふうにね、長いです。これはちょっとね、嬉しいですよね。でね、QR コードとかついてますけども、話ややこしいんでシンプルにいきます。まず指輪探しです。これは指定のジュエリーショップに事前に予約をして、そこに訪問して、いろんなジュエリーのね、紹介を受けるってことなんですよ。それによって報酬が1万円もらえますよって形です。実際に何かを買う必要はありません。でも、現場に行くと営業マンさんは何とか契約を取りたくって一生懸命進めてきますよ。ただね、こういったジュエリーショップに行ったその日に売れることっていうのは稀なんですよ。それはね、営業マンの方も十分認識してるので、また来てくださいって形で、次に来てもらった時には何とかっていうふうに思ってます。ですんで、今回1万円をもらいに一回こっきり行くっていうふうに最初からね、覚悟が決まっていれば、今回ね、そんなに強い勧誘に悩まされることはありません。ですんでね、感じよく応対して、そして1万円もらうために行ってください。はい、こういうふうになってますね。指輪ショップへの来店でもらえる特典っていうふうになってるでしょ。マイナビウェディングからの予約で来店するとって書いてますので、ぜひね、マイナビウェディングから、これマイナビウェディングって書いてるでしょ。こちらの方から申し込んでくださいねってことです。ね。いいでしょ？これ、会員登録して、で、指輪探しで全員に1万円っていうところをクリックしていくわけですよ。試しにクリックしてみましょうか。クリックしましたけど、ちょっと反応ないですね。会員を作って、で、ログインしてみてください。続きいきましょうか。こんなことで1万円もらえるんですよ。で、こちらのブランドで指定をして、ジュエリーショップでお話をすると、プラス5000円っていうことになるそうです。詳細はこちらなんで、ちょっとね、動画概要欄に URL を置いときますので、いろいろとね、クリックしてみてください。で、期間中にこのようなスケジュールでやってくださいってことですよね。エントリーして来店する。そして最後、応募って書いてますよね。この応募によってお金がもらえるのかな。で、条件クリアすると、1月以降に電子マネーのご登録メールアドレスに配信ということなんで、メールで届きますんでね。すごくお気軽です。もう待っておくだけということですね。で、マイナビウェディングの会員登録がなくても OK ってことなんですけども、できれば登録してあげてください。で、そういうことが書いております。はい、さらにもう一つなんですけども、マイナビウェディング経由で来店予約、来店っていうことなんでね。これは同じか。同じですね。で、ここに条件があります。ジュエリーショップに行った場合は、ジュエリーショップに来店したとわかる写真を応募フォームからアップロードなんで、店頭からですね、
これからお店に入りますよっていうところとか、なんとか店内でね、記念写真を撮らせてもらって、その写真を来店の証拠としてアップしてくださいってことです。ね、これによって来店でもらえる特典の応募完了ってことになります。応募ってのはね、ここに出てましたよね。これです、応募。エントリー。このサイトから申し込んで、実際にお店に行って写真を撮って、で、その写真で応募するって感じです。この3点セットです。簡単でしょ？ね。で、次です。式場探しキャンペーンも応募してくださいってことです。そうすると最大6万5千円が狙えるよってことです。ここまでは1万円とか最大で1万5千円の話ですけども、今度はね、結婚式場に行くんですよ。これも似たような感じです。結婚式場、まあ3つの会場に行ってってことなんですけどもね、それぞれの会場で1万5千円ずつもらえるってことで、3会場行ったら4万5千円ってことじゃないですか。で、1会場でね、要する時間って、私の経験だと、短くて1時間、長くて2時間なんですよ。うん、ですんで、1日のうちに3会場行くことは可能なんで、ぜひね、ご夫婦ですとか、カップルなどで行かれたらいいんじゃないかなと思います。立て付けとしてはね、私たちは、結婚してるんだけども、結婚式ができなかったんで、ちょっと時期はずれたんだけども、今から結婚式だけをね、やろうと思ってるんです、みたいな形で、まあ来店すればいいんじゃないですか。そういった方も結局いますからね。それから女性同士でも、女の子同士の結婚式したいんです、みたいな感じで、利用を匂わしていくみたいなことができます。まあそうやって3会場で4万5千円もらえるわけですよ。これ私もね、40過ぎてから何回も使ってるんですよ。で、塾生さんもね、50代の方、60代の方、行ってもらってます。自分の子供のためにとか、親戚が今度結婚式場を探してるんで、協力のために来てるんです、みたいな感じでね。で、式場で誓約するとってことなんで、これはね、実際に申し込まないといけないんで、これは、まあ、さすがにしなくていいでしょう。ね。これ、実際に誓約して結婚式場この会場でしますって言ったら、合計で5万5千円なんですけども、うん、まあ、4万5千円狙っていきましょう。やり方同じです。このサイトから申し込んで、実際に現場に行って、まあ、応募するって感じですよね。はい。マイナビウェディングから申し込んでくださいと。で、同じように応募には、予約した式場で、相談を受けたっていうね、まあ、その写真が必要だってことです。まあ、こういうふうに、指輪探しキャンペーンとかね、結婚式場に行って、式場探しをしたんですよってことの証拠写真があれば、どなたでもギフトがもらえるよってことなんですよね。これは本当に美味しい案件なんで、やってほしいなと思います。最大でまあ6万5千円って書いてますけども、最大じゃなくてもいいんですよ。5万円でもいいですよ。ね。5万円稼ぐための仕込みを、きちんとしておきましょうと。ね。そんなお話でございました。それじゃ。